転校生、撤下して立てない。すっごい足痛い。山登りして筋肉痛になっちゃった。笑うな、本当に痛いんだから。いたたたたた、もっと優しく。あ、おんぶとかそういうのはいいから、熱いじゃん。あとはバスから降りるとき思いっきり引っ張らないでよ。段飛ばして降りたりなんかしたらマジで死ぬから。いたた、大丈夫じゃないけど、怪我はしてないから、そっちは平気。本当に筋肉痛ひどくて、早く部屋に帰りたい。それに、髪がゴワゴワ。転校生見るな、ずっとお手入れする暇なんてなかったんだから。はずい、でも一人じゃ歩けない。転校生、うちの髪には触らないでよ。その上でお願い、部屋まで連れてってくんない？うん、部屋の前まででいいから。あー、痛い、疲れた、だるい。転校生、最後のお願い、水飲みたい。生き返った。ああ、でもやっぱ痛いのは治ってない。ゆっくりゆっくり動いて。ブン、今度こそ天国。転校生、ごめん、お礼したいけど体が動かないわ。冷蔵庫にジュースとか入ってるから適当に飲んでいいよ。ねえ転校生、あんた、いや別に、いいや、聞いちゃおう。あんたってものすごい必死に頑張ってたけど、あのさ、誰かのためだったりする？その、例えば恋人のためだったり。ああ、もう、何言ってんだろう。忘れて忘れて。うち、あんたとそんな話するの、なんかやだ。それより、もっと楽しい話しようよ。そうだね。うちの筋肉痛が治ったら、遊びに行くところ決めるとか。きっとこれから、いいことしかないよ。これまでの分も、いっぱい遊ぶんだ。